さあ始まりましたビジネスフラッシュセカンドステージ。皆様お元気でしょうか。元気してます。元気してます。さてさて、ミシェルさん、あいのちゃん、はい、ヤドカリって知ってますか。知ってますよね。ヤドカリ、ヤドカリじゃなくてカニじゃなくてカリなんだよな。ああ知ってるよ、こういうあれ持ってね、うんうん、そう貝殻を背負ったカニみたいなやつ。そうなんですよ、はい、そうなの、はい、今回はヤドカリがやってくるの、はい、そこで今回まずご紹介するのはですね、はい、ヤドカリのような立派なお家をローコストで建てちゃうというこちらの企業様です。なるほど。憧れのマイホーム、一生に一度とも言われるその大きな買い物は、私たちの生活の中でも特別な場所であり、暮らしの支えという重要な役割も担っている。出口の見えない不景気であってもそれは変わらず、平成27年度国土交通省の調査でも、今後の住まいに新築を望むという声は増え続け、誰もが慎重になるはずのマイホームはすでに手に入れるべき存在へと形を変えていた。そんなお客様の夢に寄り添い、理想から現実へと幸せを築き上げる男がここにいる。ヤドカリのお家、代表取締役山本武也。日本の古都奈良県を拠点に独自のビジネスを展開するヤドカリのお家では、誰もが直面する費用面での壁も他社とは一線を画したローコスト住宅専門店で打ち破り、全国各社と提携した品質を落とさないコストダウンによって、お客様の求めるゆとりある生活を叶え続けている。今回は住まいから幸せを考える、山本武也をスタジオに招き、詳しく話を聞いた。それではヤドカリのお家代表取締役山本武也様にお越しいただきました。よろしくお願いいたします。お願いします。まず最初に、そのヤドカリのお家とは何している会社なんですか、ね、一番最初は、はい、まあ、土地を購入させていただいて、はい、でそこで造成をして、はい、でその中でこの分譲して、はい、ハウスメーカーさんにこうお売りするという形を最初取ってたんですけども、はい、途中から、まあ、お客さんの声がありまして、はい、お家も建ててもらってもいいんじゃないかというお話ちょっと聞いて聞かせていただいたりしたんですね、はい、まあ、それであればちょっとお家の方もやってみようかなというのがありまして、ヤドカリのお家というの、はい、なぜヤドカリなんですか、はい、なんかロゴもね、すごい、いっぱい素敵な、かわいいよね。特徴的な社名であるヤドカリのお家というネーミング、その由来について山本に話を聞いた。ブランド名を作りたいと、我々その会社で、はいはい、何かいい名前がないかというので、うん、まあ、社員で社員の家族とかにこう募集をかけたんですよ、うん、その中で、まあ、社員の奥さんの方が、はい、ヤドカリハウスっていうのがいいんじゃないっていう話があったんですよ、うん、なぜヤドカリなのっていうの でヤドカリっていうのは、家を自分に合った家をこう点々としていくという、あ、そうか、そうか、はい、大きくなったらやっぱりそれなりのお家というか、そういうのを貝殻を背負うと、自分に合う家をこう選んでいくっていうのがすごくいいなと思いまして、はい、でヤドカリと付けさせていただきました、はい、でロゴもすごく可愛いし、絵も、ね、可愛いですし、はい、何箇所か書いていただいて、その中でいいやつをこう社員の中でこう選ばせていただいたという、はい、字も可愛いしね、はい、色合いもいいし、本当にその特徴ってあったりするんですか、会社のローコストっていうのを、はい、まあ歌ってまして、超ローコスト住宅って書いてある、はい、788万円買うのって安いできるものですかっていうね、うん、我々の想像全然が違 う、はい、ね、マイホーム憧れだったりするけども、うん、やっぱりローンをこう組むにあたりまして、うん、やっぱり低収入の方っていうのは本当安かろう悪かろうっていうのがあると思うんですけど、うん、はい、安くてもいい品質でこれぐらいのお家が建てれるんだよというのをアピールしたかったんで、はい、実際にでもできるんだ、まあ、月々約5万円
アパートとか、はい、そういったところで家賃を払いながらっていう形と全く同じような状態で、自主設計に合ってる家なんだね、自分のその宿借りのお家の先ほどの説明もそうだけども、はいはい、でいくらの年収で、そうですね、じゃあこのぐらいだったら、ローンが払えるだとかとか、うん、そういうことから働き出していったんです、はい、そうですね。実際土地を購入して、はい、その後、まあ、物件を、まあ、建築というか建物を建てていただいて、はい、でまあ、例えば駐車場が欲しければ駐車場も、まあ、欲しいみたいな、うん、その自由設計っていうものができるものなんですか？そうですね、土地からこう安く購入した中 で我々がこう工事も私の方でさせていただきますんで、はいはい、安くする中で、まあ、本当こういう特化した土地であれば、はい、400万500万であれば、はい、本当1000万ちょっとの資本でお家が建てれるとか、一番最初からそのローコスト住宅にこだわったんですか？うん、まあ、お家を建ててほしいというのがあったんですけども、はい、お客様のことを思うと、このお家を建てたいという中で建てれないっていう場所とか、そういった仕様とかあると思うんですけども、はい、ローコストっていう形であれば、はい、いろんなこうオプションをこう入れたとしても、本当低価格で提案できる、自分に合ったものを選べるっていうのがありますので、はい、そこをピックアップしたような形に、はい、全てのあれでローコストに持っていけるんですよね。普通だったら無理ですもんね。そうですね、普通だったら、はい、例えば我々が考えたところ、一棟建てるって言った時にそれだけみんな安くしちゃったら、はい、なんとかこう建てられる目処があるからローコストに持っていけるんですか？はい、やっぱそこですか？そこです。グループを作らせていただいて、はい、で大手さんができるような大量購入ができますん でそこをこう利用させていただいているっていうのが一つ。もう一つはやっぱり業者になりましたら、うん、やっぱり東京の会社から奈良に会社にっていうのはやっぱり仕事的に無理があると思うんですけども、あ、まあ、地元である企業、うん、大工さんとか、まあ、差し屋さんとか、はい、そういったところで数をこうやることによって、うん、遊ばさないような状態を作ることによって、うん、協力していただいているというところが大きいかなと思います。うん、やり方だね。そうですね、はい、一番最初、うん、ローコストやるにあたって本当にこの価格でできるのかなって一番最初あったんですよ。そうでしょうね。そうですよね。聞いてて何が秘密がどこにあるのかなっていうのが分からなかったんですけど、うん、はい、大量購入と、うん、で仕事を切らせないような動きができるというのがありましたんで、そこでコストダウンということをさせていただいております、はい。苦労とかって最初の頃はありました？うん、そうですね、苦労はありました。法人としては2代目なんですけども、はい、まあ、父の方からもこのローコストにあたってはやはり大反対でして、本当にこんなのができるのかっていうので、はい、うん、やっぱり会社を経営していくにあたってやっぱり利益追求していくのと、はい、やはりお客さんのことを思ってやっていくのと両方あると思うんですね。うん、はい、その狭間をこう行かないといけないというのがありますので、はい、今でも反対なんですけどね、父親は。そうですか。ローコスト始めて、はい、その現在 その事業ってどうですか？まあ、6月から始まった事業なんですけども、はい、ぼつぼつと契約が入ってきてまして、はいはい、今後の展開にもつながるかもしれないんですけども、はい、ゼッチっていうのがあるんですけど、ゼロエネルギー住宅、太陽光だとかの、そっちの方のあれで、はい、そういったところを力を入れてやっていきたいなというのを思っていまして、ローコストでできるような状態を作りたいな、はい、どうしてもそこにこだわりがあるんですね、やっぱりね。そうですね、やっぱりそこをお客さん目線で考えたいというのが一番ありまして、うん、でその地域を逆に言うと変えていきたいみたいな。あ、そうですね、はい、そういう発展性もあるんですか、やっぱりね、はい、気持ちの中で、はい、モデルルームとかっていうのはもう実際できてたりするんですか？あ、できてます。2月なんですけども、はい、今1号モデルあったんですけども、はい、次に2号モデルを2月に建築予定で、はい、観光予定なんですけども、はい、そんなローコスト住宅専門店ヤドカリのお家が持つ大きな強みとは？お客様に本当に親身になって営業させていただいているというのがあるんです。やはりローコストっていう名目で販売させていただいてますと、やっぱりローンとかこうつきにくいお客さんって本当いるんですよね。大手さんのその会社さんとかからローンが通らないっていうお客さんがこう
てはって、はい、お家を建てたいという夢があると思うんですけども、はい、そういった夢を叶えるにあたってこのローコストであればお家が建てれますよというのがあるんで、うん、一緒にお家を建てていこうという思いで、うん、対応させていただいてます。建ててからが本当のお客さんのとの付き合いが始まるので、うん、お家を建てたいという思いを一緒に分かち合いながらやっていきたいというのがありますので、はい、その思いを伝えていくというのが私たちの会社の売りかなと。実際にでもそのローンが通るわけですよね。そうですね、はい、よその大手様の会社とかでは無理だと、はい、そういうことか。いうお客さんが来られたら一緒にこういうふうにしていきましょうと、うん、実際そのローコスト住宅をもう建てたお客様っていらっしゃると思うんですが、うん、はい、お客様の声ってどうですか？すごく好評で献身的にこう一緒に建てようという思いを伝えさせていただいてるんで喜んでいただいてるっていうのがありますね。もう本当注文住宅と同じ形でさらにローコストっていう、はい、そんなことも可能なんだ。幸せを生み出す住まいを舞台にお客様の夢を叶え続ける山本武也。そんな男が描き出す今後の展望とは。ローコストをこうずっとやりつつ、うん、ゼロエネルギー住宅のその絶地っていうのにも力を入れていきたいなと、うん、今後まあ今のお客さんもこのまま一緒になってこうお家を建てるだけじゃなくて、うん、生活の環境も一緒にこうできたらなと分かち合えたらなというのがありますんで、うん、お客さんとの付き合いをこう長くしていきたいというのがあります、はい、地域と一体になってっていうね、そうですね、はい、でも高いよ注文される方もいるんですよ重なっていけばなぜローコストやのにここまで行くんかなっていう設計の仕方によってなってきますね、はい、ますね、はい、でも結局こう立てていった中でこう重ねていくと大手さんの仕様になってくるんですけど、それをやってもやっぱり安いですね。そういうことですよね、はい、ローコストを求める方も、ね、いらっしゃいますけど、はい、まあ、いろんなそうですね、いろんな層の方々おられますんで、うん、層に応じた、はい、建物とか、はい、工事とかになってくるのかなと思います、はい、ここはもうどなたにでも提供できるお家がありますっていうところですものね、はいはい、建築業界のそのイメージっていうのって今どんな感じなんでしょうかね、うん、まあ、展望的にいきますと、はい、住宅だけで見ますと、うん、住宅の棟数っていうのは結構増えてるのは増えてるんですよね、うん、でその中で、まあ、ローコスト住宅も増えてるのは確かなんですけども、うん、この業界的にいけば、うん、まあ、まだまだなくてはならない業界ではあるかなと思ってますけどね、うん、はい、最後に、うん、ヤドカリのうち山本さんの格言をお聞かせください。今になって本当に思う言葉なんですけども、うん、一期一会っていう言葉がすごく自分にとっては座右の銘として持たせていただいてるんですけども、やっぱり人と人と会う出会うっていうのが、まあ、一緒に一度それを大切にしたいというのがありまして、うん、格言にさせていただいております、はい、すごく温かみを感じるし、実際にね、ヤドカレのお家さんも可愛いロゴだし、ね、地域を全部明るくしてくださいね、はい、今日はありがとうございました、はい、ありがとうございます。舞浜リゾート一望スパ&ホテル舞浜ユーラシア、眺望が自慢の遊べる楽しいリゾートホテル、それが舞浜ユーラシア。天然温泉や本格サウナで心も体もリフレッシュ、ご宿泊以外のお客様もご利用いただけます。お得な料金で宿泊できるリラクゼーション施設もご用意、ただいまキャンペーン実施中。スパ&ホテル舞浜ユーラシア、詳しくはウェブで。さて次にご紹介する企業様なんですが、お二人は発達障害ってご存知ですか？例えば黒板が見えない、それは目の視力の関係でだとか、そういうことだよね。まあ、そうですね、まあ、なんか医学的で先天的な脳機能障害の一種なんですが、はい、そうです、そうです、そうそう、はい、そこでですね、うん、今回ご紹介するのは、はいはい、障害を持つ方の雇用をリハビリからマッチングまで支援を行っています、こちらの企業様です。平成30年4月、ある法律が改正されるのはご存知だろうか。それは障害者雇用の法律改正である。
この改正によって身体障害者や知的障害者だけではなく精神障害者を新たに加え法定雇用率の引き上げや差別の禁止など平等な社会へ向けた第一歩が着実に進み始める。そんな大きな変革を迎える今、境界線のない社会を目指し日々奔走する企業がここにある。株式会社 LPH 取締役社長山本圭司、株式会社ラブフェア取締役宮田守、特定非営利活動法人リンケージ代表石川京子。総合人材サービスラブキャリアを拠点に障害者の社会進出をサポートする LPH では、発達障害の専門家であるリンゲージや企業とのマッチングのスペシャリストラブフェアなど各分野に精通した経営者が集い、滞りないワンストップな組織を実現。就労の準備から就職まで支援を行うタレントをはじめ、総合障害者支援カンパニーとして数多くの架け橋であり続けている。今回は山本圭司、宮田守、石川京子の3名をスタジオに招き詳しく話を聞いた。発達障害って分かります、はい、医学的には、はい、そのもともと先天的な脳の機能障害とは言われているんですけれども、はい、自閉症スペクトラムと言われて、はい、代表されている脳のタイプっていうのは得意なことが生かされている場合には困らないんですが、うん、目に見えないことっていうのがなかなか察知しにくいので、今ミシェルさんがどんな気持ちでいるかっていうのがなかなか分かんなくて、はい、対人関係苦手になったりコミュニケーション苦手になったり、でも一方の得意な方が生かされれば、はい、具体的なものを扱うのはとても得意な方がいるので、研究者とか技術者として活躍されている方もいます、はいはい、要は凸凹が大きい脳のタイプというふうにも言えるかもしれません。なるほど、そういう説明は非常に分かりますよね、はいはい、そうですね。生まれつき脳機能に障害を持ち、注意欠如や学習障害など個人によって特性も大きく異なる発達障害、その発達障害と向き合う事業を LPH はなぜ始めたのか、そのきっかけについて聞いた。なぜこの事業を立ち上げようと思ったんですか？はい、もともと私たちこう人材サービス、人材派遣を中心にした会社をやっておりまして、うん、そういった障害者さんの雇用というところにももともとは関心もあったというのもあります。で、石川さんの方もぜひ協力いただけるというお話もありましたので、うんうんうん、リンケージさんのノウハウの部分と、あと我々のそういったその就労するためのマッチングノウハウだとかっていうところをうまく合わせられればいい事業展開できるんじゃないかなと思いまして。石川様がやられてるリンゲージっていうのはどのようなことをされてるんですか？うん、はい、一つはおちびちゃんから若者まで発達障害を持っている方 の, ご支援をしている、うん、もう一つは世の中に知られてないことによって誤解を受けやすい方々なので、うん、先生とか企業の方々とか、うん、はい、あとは親御さんとかへ の,、うん、研修とか講演会とか、ご本人さんたちだけではなくて世の中の人たちが発達障害というのを知る機会ということで、はい、日本柱で、はい、今事業をしております。なるほどなるほど。障害者の就労支援事業カレント、そこではある独自のプログラムも行われていた。就労移行支援の作業プログラムでいうと、例えばパソコンの入力だとか、はい、疑似体験 の, その職業の訓練みたいなものをやったりするんですけども、はい、ここが、まあ、カレントの特徴の部分でして、この水草のこう育成というのを就労支援の中で作業のプログラムの一環として、これすごく独自なものなんですけども、温度管理をしたりだとか水質管理をしたりだとかですね、はい、仕事の段取りをしていくっていうところ、逆にそういうことが苦手だったりする方もいらっしゃるので、はい、まあ、そういう方をどういう特性を持っているかっていうですね、知ることができると。監修をやっていただいているのが、まあ、宮田さんです、はい、こういったものっていうのは決まったルールがないので、はい、そうだけど私たち、まあ、普通の健常者っていうのはある程度のこういうやり方があるんだっ
ていう中でやるじゃないですか、はいはい、障害者の方たちっていうのはそういったものがないので、はい、僕たちが予想してなかった、まあ、例えば驚かせる、ね、こういうものからこう巻きつけてこうなったりとかするんですけれども、はい、健常者だとこうやっていくんだよっていうのをわざと自分なりのものでこう作っていくっていうルールにこだわらない、こういったものも一人じゃなくて、はい、例えば複数の方で、はい、役割分担をしたりだとかっていうことをする中で、はい、最終的にやはり目的としてはその就労と働くっていうことが目的になりますんで、そういうところを一つずつ学んでいくという中の一つのプログラムとしてやらせていただいてます。そこに興味をでも持ってくれて、はい、やる気っていうのがこう出てくるんですよね、やる気とあと責任感とかも、はい、植物生き物ですので、はい、毎日の管理をしないといけないので、なるほどね。独自の事業としてスタートした水草プログラム、その内容についてさらに詳しく聞いてみた。事業所の中に、はい、水槽が今もうありまして、はい、そこで実際水草育ててますので、はい、水替えも週に2回やりますし、はい、そういったものもこう定期的にいろいろやっていくっていうのも漁師さんの方に実際やっていただいて、はい、例えば当番を決めてやったりだとか、まあ、アクアリウムという、まあ、実際にこう水槽にこうレイアウトをしてですね、はい、例えば企業さんだとか、はい、まあ、医療機関さんだとか、はい、ああいったところにこうレンタルをする事業を今、スタートしております。あ、はい、でまあ、実際そのレンタル料として、いただいてっていう形になるんですが、アクアリウムっていうのがだいたい月に 1,2 回こうメンテナンスっていうのが必要なんですね、はい、でこうレンタルさせていただいているところを回って、実際そのメンテナンスをする、人員っていうのを、障害者の方の雇用で賄っていきたいなというふうに思っているんですね、はい、まあ、もちろん一般の企業さんに就職するっていうのもありますし、本当にそれが好きでやっていただいた方には、はい、そういったレンタルを通じて、そういったメンテナンスの雇用っていうのも、やっていくと、要するに障害者さんが自ら障害者さんの雇用を作っていくっていうような、はい、こう仕組みというか循環ができればすごくいいなと思ってますし、そこでちゃんと収入を得てねっていう形に結びつけば ね、はい、自分たちがやったことで成果が出るっていうことも体験いただけるっていうところもいいですし、まあ、企業様にとってももちろんアクアリウム、きれいなアクアリウムが入るっていうのもそうですし、はい、それが障害者の雇用につながるっていう、今いろいろお話させていただいてますので、賛同いただいている企業さんもたくさんありますんで、はい、こういうものとかね、ちょっと触ってみてもいいですか。いや、てんだこれ利用者さんが、はい、制作された巻きつけていただいて、ね、ああそういうことなんだ。こういった状態から植え付けというか、そうやってて、ああそうかそうかそうか、成長するとこういった形に、ね、はい、水槽の中にこういったものを入れたりだとか、はい、直接水槽の中にそういった水草を植えてっていうような形で、はい、一つの一つこうレイアウトを作っていくと。会社にね一つあればなんか落ち着きますもんね、うん、なんかそうですね。であとその事業所内もそうなんですけども、はい、水槽があってこう常に水が流れる音が自然の音で、これは利用者さんも含めて、はい、やっぱりそのリラックスしていただける空間を作るっていうのも大事にしてます、うん、そうやってみんな頑張ってんだ、うん、嬉しいね、なんかそういう話聞くとね。この水草以外でその講座っていうのは具体的にどういったことをされてるんですか。そうですね、自己理解だとか、はい、その感情のコントロールみたいなもの、はい、もう少し就労に近づいていけば、面接の練習だとか例えば履歴書の書き方だとか、はい、あとは周りと その関係性だとかコミュニケーションだとか、はい、で最終的にはその就労というところでは、まあ、ここも本当ラブキャリアのところが生きてくるんですけども、はい、そういった模擬面接をしたりだとかっていうところをやったりっていうのはあります。はい、ステップを追うごとにその成長の段階っていうのが大きく変わってくるものなんですかね。もともと多分発想力とか豊かなこう興味関心っていうのを持って生まれた人たちだと思うんですね。なるほど。もともと持っているその力が発揮できる環境にいることによって、うん、多分余裕も出てきますし自分への自信もついてくるので社会に合わせていくというもう一つの力っていうのもステップアップしていくんではないかな、そういう可能性も、はい、あるのではと、はい、感じてます。最初何でも始めることってご苦労あるじゃないですか、はい、どういった部分がこう大変だったりします。まあ、自分たちのこう思いだとかこういった独自なものっていうのをまあ広く知っていただくということがまず最初なのかなというふうには思ってます、はい、で本当にまあ取り組みとしてはいいものでやってるという自負はありますんで、はい、多くの人に知っていただいて、はい、ぜひ来ていただいてですね、見ていただいて、はい、そこに合うと思われた方にはぜひ利用していただきたいなというふうには思ってます。実際にね、みんな来てみて感じてやってみようという気持ちにならなければあれだもんな、はい、いや大切なことだな。僕は本当に我々の浦安市も
この市なんですけどもね、やらせていただいてて、なんとかこう仕事ができるようになって、実際にもうスタートは切ってるんだけども、はい、まあなかなか難しい問題がいっぱいありますよね。何に向いてるか、毎日来れるかとかね、もうそこからね、だけど毎年こう変化があるんで、ある面楽しみなんですけどね。この事業の、まあ、大事なポイントっていうか大切にしている思いって、このカレントの中でいろいろ学んでいただいたりだとか、経験体験していただいて自信をつけていただいて、まあ就労に結びつけるっていうところがもちろん目的ではあるんですけども、まあそれ以前の問題でカレントに来ていただかなければいけないので、あの本当に居心地のいい場所として、で明日も来たい場所というふうに言ってもらえるあの環境だとかというのは作っていきたいですし、そこはすごく大事に考えてます。身近にどんどんなってくるかもしれないんですけど、うん、前まではねやっぱりやられてる方って少なかったですね。少ないし、なかなか国の中での動きっていうのはなかったですよね、うん、ここに来てですよね。そうですね、今はそういった法律の、うん、変わってきたりだとか、こういった就労移行 あのも増えてきてますし、うん、最終的にはその我々のところから自信をつけて育っていただいた方っていうのは、まあ、一般の企業さんの中でお仕事していく中になりますんで、そのやっぱり受け入れていただくところの方の理解っていうのをできる限り自分たちもまあ魅力でありますけども、あの広げていきたいなというふうには思ってます。海外って結構そういうところはもう強いんですよね。バリアフリー一つにしても、競技場だとかホールだとか作るとき、そんなの当たり前の話で言わなくてもそういうふうに出来上がるんですよ。ところがこっちはね、まだまだこれはこういう段差をなくなんて言わなきゃいけないっていうね、これだけ社会が進んでる日本なのに、まだそういったところはこれからなんだなっていう感じがしますものね。人と社会をつなげる架け橋となり、一人一人に合ったサポートを続けている山本圭司。そんな山本が心に留める格言とは。人と人とのつながり、出会いを大切に、いうふうに、自分は思ってます。最高ですよね。必要なことですもんね。皆さんの力があって多分一つだと思うんで、本当にあの社会のためにぜひ頑張ってください。はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。ビジネスブックコレクション。私はエステティシャンとして、さまざまな年齢の女性に顔と体のトリートメントを行い、美容やダイエットのための日常生活の過ごし方のアドバイスをしています。またエステサロンの経営に携わり、技術者向けのセミナーを行ってきました。いろんな年齢のお客様の体の変化を見てきた経験と、50歳を迎える自分自身の経験から、40代の過ごし方が美容と健康の面からとても重要だということを感じるようになりました。今回のビジネスブックコレクションおすすめの本はこちら、40代女子のための魔法の習慣、10歳若く見えるために。この本を書いたのはインターナショナルエステティシャンの伊勢田愛さん。伊勢田さんが40歳の時に美と健康をテーマにしたエステサロンを経営し、そこからの経験をもとに美へのこだわりを書き上げた一冊です。それでは今回のビジネスブックコレクションはここまで。さようなら。